マルティン・ブランデンブルクはドイツの画家、イラストレーターである、印象派、象徴主義の画家の一人とされる、プロイセン王国のポズナンに生まれた。1889年から1892年の間、ベルリンの美術アカデミーで学び、1894年から1895年の間はパリで修行した。1895年にベルリンの画商。 フリッツ・グルリットの開いた展覧会に出展して知られるようになった。ベルリン分離派の母体となった画家のグループ、十一人協会、2897年から属し、1898年にベルリン分離派に合流した。比較的故郷の近い画家、ハンス・バルシェックと親しくなり、二人展を開いた。1908年から1918年の間、 彫刻家のレビン・フンケが創立した美術学校で教えた。この学校で学んだ学生にはテキスタイルアーティストのアンニアルバースや南アフリカの画家イルマスターンがいる。風景が幻想的な人物を排した情景を描いた。ありがとうございます。